俺様に因縁吹っかけてくれたいい度胸じゃねえか。ドライアイマン三兄弟。我々は君の実力も弱点も頭の良さもすべて見ているんだ。心眼でな。見たところ君は我々の言葉攻めだけでも十分倒せそうだ。なんだぞ、おい。ぶん殴られてんのか。ほら。そうやってすぐぶん殴ることでしか物事を解決しようとしないんだ、君は。全くもって愚かな宇宙人だ。おい、お前、いっぺんぶん殴ってやっかんな。ぶん殴ると言って、本当はぶん殴ることもできないんだ。君はそうやって威勢のいい言葉をずっとずらずらと並べることだけで今まで問題事をずっと避けてきたからな。くそー、もういいよ、もう。今だ。ドライアイ三兄弟、トリプル超音波。やったぞ。我々の勝利だ。いや、勝利はすでに我々の心の目で見た段階で決まっていたから、それは当然の報いというわけだ。電子レンジ製の使者、俺様の敵を取ってくれ。兄さん、こいつ今、どこかに通信を送りましたよ。全くもって呆れたことだ。心配ないだろう。我々の勝利は全てお見通しだからな。我々の心眼で。信玄がいなくなったって聞いたからな。俺たちが代わりにお前の加勢に来てやったってわけなんだよ。電子レンジマン。俺たち二人に任せとけって。守。お前名前なんだっけ？なんだったかな？いや、全然思い出せねえんだけどよ。じゃあお前は金髪だからゴールデンマンだ。おう、よろしくな。洗濯機マン。お主と違って拙者は、電子レンジ制の平和のためだけに、お主らに加勢するというあれなのでよろしくお願いしますぞ。固いことは気にすんなって。なーに、地球人どもを皆殺しにすればいいことだ。違う。拙者は地球人を皆殺しにするとかそういうのはあんまり好きじゃないっていうか、なんでこいつ味方についちゃったのかな。電子レンジ製のドクターヘル、我々に何か知恵をお授けください。おお、固いことは抜きにして、電子レンジマンの抹殺並びに地球の征服を始めようではないか。電子レンジ製の東方チェアーマンよ。恩師に任せるぞ。次の作戦はな。チェア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 。お任せくださいまし。ドクターヘル。早速誰か私の能力をテストするための実験台を用意してください。よし、行け。ワニーマン。ワニワニワニ座らせてもらうワニ。うわー。死んでる。どういうことでござるか、これは。チェアーマンに腰掛けたものは即死するのだ。そうさ。俺様は、椅子として生まれたにもかかわらず、座った者はみんな死ぬという、この特殊なギミックを持ち合わせてしまっているのだ。よって、俺は椅子としての人生を全うできない。だから地球を滅ぼすことに加担するのだ。いす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 。おい、あそこに椅子があるぞ。あれはあれだな。車の数をカウントするアルバイトをしていたお兄さんが忘れていっちまったんだな。よっしゃ、俺試しに座ってみるわ。って、なんで座るんだか全然わかんねえけど。おっと、あれ？今座ろうと思ったのに転んじゃったよ。ははは。なんなんだ、お前がそういうミスするとか珍しくないですか？おう、なんなんだ、ゴールデンマン。いや、全然わかんねえんだけどさ。君たち、待ちなさい。誰だ、お前たちは。我々は、心眼を持つ者。人呼んで、ドライアイ三兄弟です。ドライアイマン1、ドライアイマン2、ドライアイマン3の3人のコンビなんです。電子レンジマン、見えませんよ、私たちの姿が。ごめん。それでオタクら、この椅子が何なのか知ってんだろ？早く話してくれよ。ゴールデンマン君。あなたは、
あの全然元のキャラの声の真似ができていないのでやめた方がよろしいんじゃないでしょうか。いやごめんよ、もう俺今日帰るから、じゃあいいや、さよなら。こいつはチェアーマンです。チェアーマン、正体を表しなさい。我々の心眼で全てお見通しですよ。心眼、心眼ってのはあの全てを見据えることができるあの心眼か。そうです、心眼です。早く姿を現してください、チェアーマン。こいつら嘘ついてんじゃないのか。ああ、俺も怪しいと思ってるぜ。一発締めとくしかないんじゃねえか。我々は全てを見据えている。30分後には私たちは勝利に酔いしれているはず。全て新刊で見たのだから。チェアーマン、早く正体を現しなさい。えい、この、ドライアイワンが、キックで、正体を現してやる。あれ、あれ、全然なんだよな、これ。あ、そうだ、電子レンジマン。さっきこいつは確か、この椅子に座ると死ぬとか言ってたよな。ああ、言ってたな。おい、お前ら三人のうち誰かが、これに座ればいいんじゃないのか。座るだって、嫌だ。座ると死ぬんだし。じゃあ、確かめようがないじゃねえかよ。君が座ったらどうだ、桃園。桃園じゃねえ、守るくん。いや、だって座ると死ぬんだろ。なあ、座れねえよそんなの。でもこいつ宇宙人なんだろ。ほら、お前らが座って座ったやつが死ねばこいつ宇宙人だってわかるわけじゃない。いや、我々は死にたくないし代わりのやつを用意するべきだ。おい、お前ら、お前、お前ら、お前ら家電ヒーローじゃねえのか。家電ヒーローってのは人間のために命を投げ捨てる存在だ。そうだろ、電子レンジマン。いや、俺はそういうのはお断りだ。え、じゃあ俺だけが家電ヒーローってことになるのか。うぃー、俺様は電子レンジ星人、ステルスマンだ。おお、電子レンジマン、今貴様を殺しに来たんだよ。さーて、ありがたい演説でもしてやるかな。あ、おい、守る見たか今の。こいつ死んだぞ。だから言っただろう、こいつ宇宙人だ。くっそー、バレては仕方がない。チェアーマン様だ。電子レンジ超音波。危ないところだった。すまなかったな、ドライアイさん兄弟。俺もとんだ無礼なことを口走してしまった。いや、人を信じられないのは我々三人も同じだ。しかし君たち三人も私たちと同様、ひねくれた面があるということがよくわかった。仲良くしていけそうだ。よろしく頼むぞ。己電子レンジマン、必ず叩き潰してやる。